松潤さん、お疲れ様です。今回もね、動画の方ありがとうございました。で、タイトルとかやっぱりハッシュタグ変えるとちょっと反応が変わると思うんですよ。で、この小さな変化を大きな実績につなげていくために、まあ本当タイトルね、サムネイル、いろいろ工夫してみてください。大変だと思いますけども、それからこの最初にありますね、1分間ピアノ弾き語り歌ってみたっていうのが先頭に出すのがいいのか、それともこれを後ろの方に出すのがいいのかとかね、やっぱり先頭の文字が人の目を引くところもありますんで、この辺もまあいろいろとね、変更しながらとか考えながらやっていくといいと思います。サムネイルもね、いつもねちょっと目立つ感じで素敵なんじゃないかなと。とにかくやればやるほど工夫するところが見つかってきて、最初とは全く違うようなねデザインになってくると思うのが YouTube なんですよ。内容ももちろん大事なんですけども、そのサムネイルが良くなければクリックもされませんし、タイトルが悪ければ SEO にかかっていきませんので、まあね、そういうこともいろいろと難しいと思いますけども、楽しみながらやっていきましょう。それでは本日は以上です。ありがとうございました。